スワーン酸化は、ジメチルスルホキシドを酸化剤とするアルコールの酸化反応のことである。中でも特に塩化オキサリルを活性化剤として使用する方法を指す。ジメチルスルホキシドはアリルくらいまたはベンジルくらいのアルコールを寒流条件下で酸化してカルボニル化合物へと変換する。 この反応はアルコールがジメチルスルホキシドのイオ応原子に嗅覚負荷反応してアルコキシするホニウムジオを生成した後、ジメチルスルフィードが脱離することでカルボニル化合物となる気候で進行する。ジメチルスルホキシドのイオ応原子はそれほど反応に活性ではないため、最初の段階の嗅覚負荷反応は極めて進行しにくい。しかし、 ジメチルスルホキシドをより活性なスルホニウム塩へと変換するような活性化剤を添加することで、より温和な条件でこの反応を進行させることができるようになる。用いる活性化剤によっていくつかのバリエーションが存在する。環境汚染の原因となりやすい、重金属を使用しない酸化反応のため比較的グリーンサスティナブルな酸化反応であるとされている。しかし、 腐ったキャベツのような強い周期を持つジメチルスルフィドが複製し悪臭口害の原因となりかねないため反応物の処理には最新の注意が必要である。この点を改善するためにジメチルスルホキシドの代用としてドデシルメチルスルホキシドを使用する方法が発表されている。また、下の反応式にもある通り、この反応では一酸化炭素。 二酸化炭素が複製生物として発生する。このため反応は必ずドラフト内で行い、吸入しない容器を配る必要がある。1978年にデイスワームらによって発表された方法であり、ジメチルスルホキシドを酸化剤とする反応の中でも標準的な方法となっている。通常、スワーム酸化といえばこの方法を指す。 ジメチルスルホキシド1をまず塩化オキサリル2と反応させて塩化クロロジメチルスルホニウム4を発生させる。次にアルコール5を添加すると塩化クロロジメチルスルホニウム4と反応してアルコキシスルホニウム4と反が生成する。最後にトリエチルアミンなどの塩基を加えるとカルボニル化合物8とジメチルスルフィドが生成する。塩化クロロジメチル,ルホニウムは摂氏度程度に なると急速に分解するため、この反応は通常ジクロロメタンを溶媒として摂取60度程度で行う。摂取60度でジクロロメタンに溶解しない物質については過剰量のジメチルスルホキシドと塩化オキサリルを使用して摂取10度程度で反応させる。1974年に D スワーンらによって発表された方法で、こちらがスワーン酸化の大元の方法になる。 ジメチルスルホキシドが無水トリフルオロ酢酸によりトリフルオロアセチル化されトリフルオロアセチルジメチルスルホニウムジオとなった後アルコールと反応してアルコキシスルホニウムジオとなるこの方法においてはアルコキシスルホニウムジオの安定性に気質によって差があるため反応温度のコントロールが重要となるアリルアルコールベンジルアルコールにおいては アルコキシスルホニウムジオンが不安定であり、摂氏30度以上では、プメラー転移を起こして、メチルチオメチルエーテルに変化してしまう。そのため、カルボニル元を得るためには摂氏60度のまま、最後まで反応させる必要がある。一方、その他のアルコールでは、アルコキシスルホニウムジオンは一旦形成されてしまえば、室温でもかなり安定であるので、 摂取60度でアルコキシするホニウムジオの形成を行った後、室温まで消温してから塩基を加える方が収率が向上する。プメーラー転移は立体的に空いているアルコールの型が起こりやすいため、この方法は立体的にかさ高いアルコールの酸化に適している。ジメチルスルフィドを酸化的に活性化して、スルホニウム塩を調整し、 アルコールの酸化に使用する方法が知られており、キム・コーリー法と呼ばれている。1972年に、イライアス・コーリーと CU ・キムによって報告された。活性化剤としては、N クロロスクシンイミドや塩素を使用する。通常活性化は、摂取0度で行い、アルコールとの反応は摂取25度程度で行う。塩素は、炭素炭素二重結合に付加してしまうので気質が、 制限されるが、NCS に比べると、工業的に適している。ありがとうございます。